エスカ、忘れ物はないですか？大丈夫だよ、ちゃんと準備したから。やはりサポートは必要ではないでしょうか。あなたは頑張りすぎて無理をしますから。そんなことないって、平気平気。それじゃあ行ってきます。本当に大丈夫でしょうか。まさか役人になるだなんて。もう心配しすぎだよ。いつまでたっても子供扱いなんだから。とと、いけないいけない、初日から遅刻しちゃダメだよね。私の名前はエスカベリエ。この辺境調査の町コルセートのリンゴ園で生まれ育ちました。特技といえば、小さい頃にお母さんに習った錬金術とは言っても、まだ簡単なものくらいしか作れないんですけどね。でも今となっては錬金術を使えるのはこの町で私だけ。それでお小遣い稼ぎに町の役人さんのお手伝いを時々していたんですけど、そしたら今日から正式に町の役人として働くことになりました。まだまだわからないことは多いけど、町のために一生懸命頑張ります。来た来た、こっちよ、エスカちゃん。今日からよろしくお願いします。今まで通りでいいわよ。こちらこそよろしくね。最初に私からも挨拶をさせてもらえないか。形ばかりだが慣例だからな。今まで通り支部長さんでいい。楽に聞いてくれて結構だ。はい、よろしくお願いします、支部長さん。さて、君は今日から未開発地方特別調査局コルセート支部の新人役人である。知っての通りここは人手不足だからな。以前から支部の仕事を手伝ってくれていた君がこうして入ってくれるのは助かる。はあ、あんまりお役に立てたかはわからないですけど。謙遜はしなくていい。君が必要だと思ったから支部に招いたのだ。以前までと違い、今日からは成果と責任が要求されるようになる。それは時に重荷にもなるだろう。しかしコルセイトの役人となった以上、町のために尽力してもらいたい。私からは以上だ。はい、頑張ります。ここでは配属式などはせずに私の挨拶だけで済ませている。マリオン君、あとは頼んだ。わかりました。
じゃあ行きましょう。開発班の場所は分かってるでしょうけど、改めて案内するわ。はい、では支部長さん、失礼します。これで開発班の人手不足は解決の見通しがある程度当たったか。あとはマリオン君次第だな。しかし錬金術師が2人とは。ようこそ開発班へ。って言ってももうエスカちゃんには前から手伝いに来てもらってるんだけどね。マリオンさん、いつも忙しそうでしたからね。そうね、あなたもお手伝いじゃなくて開発班の一員になったことだし、今日からは部下としてビシビシ指導するわよ。はい、わかりました。それなんだけど、今日入ってくる新人はあなただけじゃないのよ。だから悪いんだけど、彼が来るまでちょっと待ってもらえるかしら。もうすぐ来る頃だし。え、彼って。失礼します。開発班はこちらでしょうか。ようやく来たわね。待ってたわよ。私が開発班の班長のマリオンクイーンよ。よろしくね。あの、マリオンさん、こちらの方は。さっき話した通り、彼も今日から開発班で働く新人よ。じゃあまずは自己紹介から。エスカちゃん、お願いできるかしら。ロジックスフィクサリオです。こちらのやり方はまだわからないことばかりですが、今日からよろしくお願いします。あの今日からよろしくお願いします。ロジックスさん、こちらこそよろしくお願いします。二人ともちょっと硬いわね。これから一緒に働く仲間なんだし、もっと気楽にやりましょう。ああ、そうですね。善処します。すみません。ところで班長、他の班員の方は？あと一人いるけど、遠征任務についてるから、今いる班員はこれだけよ。ここではそれって普通なんですかね。かなり少ない気がするんですが。少ないわ。常識で考えたら、全く活動ができないくらい。そういえば、前からここでお手伝いしてましたけど、あんまり人がいないですよね。なんでですか？実はずっと前から、開発班は人員が不足していて、全然活動できてなかったのよ。私が班長として赴任した時には、前にいたはずの人はもう誰もいなくなっていたわ。それ、赴任するのはいいですけど、結局どうにもならなかったんじゃ。まったくだわ。あの嫌味親父、何が昇格させてやるよ。班員もいないのに無駄に中間管理職だから、書類仕事は押し付けられるし、残業は増えるのにお給料は増えないし。苦労されてるんですね、班長。でもそれも今日までね。ついに新人が2人も入ったわ。それも2人とも錬金術師。これからは開発班を落ちこぼれだなんて言わせないわよ。ロジックスさんも錬金術師なんですか？奇遇ですね。私、まだまだ錬金術のこと、わからないことだらけなんです。あの、いろいろ教えてくれると嬉しいんですけど。そう、だな。俺も人に教えられるほどじゃないけど、努力はしてみるよ。それにしても、
新人が二人とも錬金術師なんてことがあるんですね。申請だけはしておいたけど、まさか二人分通っちゃうとは思ってなかっただけなんだけどね。なるほど、そういうことだったんですか。とにかくそんなわけだから、二人ともこれからはどんどん仕事をしてもらうわよ。開発班の評価を上げて、この支部で一番優秀って言われるような班を目指しましょう。はい、頑張ります。了解です、よろしくお願いします。そっか、男の人ともお仕事するんだ。優しそうな人だけど、なんだか緊張しちゃうな。マリオ、ただいま帰りました。ちょうどいいところに帰ってきたわね。エスコちゃんは知ってるわよね。紹介するわ。こっちはロジー君。今日から一緒に働く錬金術師よ。以前に聞いた新人ですね。この子はリンカ、あなたたちの先輩よ。ああ、さっき遠征任務についてるって言ってた方ですか。ええ、魔物の討伐に駆り出されちゃったりしてるから、あんまり支部にいないのよ。次の遠征ももう決まっちゃってるしね。でもいろいろと不器用な子だけど、腕っぷしだけは強いから、こっちにいるときは頼りにしてあげてちょうだい。よろしくお願いします。エスカ、ロジー、共に頑張りましょう。こちらこそよろしくお願いします、リンカさん。それじゃあ早速、あなたたちの初仕事だけど、ロジー君はコルセイトのことなんてあまりわからないわよね。そうですね、一通りの資料は目を通したつもりですが。エスカちゃんはこの町で生まれ育ったくらいだし、いろんなことに詳しいわ。町のことはエスカちゃんにいろいろ聞きなさい。わかりました。頑張ります。早速だけど、新しい仕事が来てるの。リンゴ園の風車を修理してほしいって依頼なんだけど。風車ですか。そういえば最近調子が悪いって聞いたような。それでもう整備班の子にどこが悪いのか先に行って調べてもらってるのよ。だからリンゴ園に行って状況を聞いてきてちょうだい。そのついでにエスカちゃんはロジー君に町を案内してきてあげて。道案内。はい、わかりました。大丈夫です。ありがとうございます、班長。わざわざ気を回していただいて。気にしない、気にしない。二人ともこれからは仕事仲間なんだし、しっかりと親睦を深めてくるのよ。わからないことがあったら、私やリンカに何でも聞いてちょうだい。ってリンカ、後輩ができる前にちゃんと復習しときなさいって言ったでしょ。申し訳ありません。その遠征任務が長引いてしまって、自分も町のことは。まったくもう、二人に何を聞かれても答えられるようにしておくこと、いいわね。心得ました。じゃあその時はよろしくお願いしますね、リ。善処します。二人とも相変わらずだな。でもリンカさんは出かけていることも多いし、もっとお話ししたいな。さてと、じゃあ行こうか。はい、そうですね。どこから案内したらいいかな。そのロジックスさんは、本当にロジーでいいよ。そんなに丁寧に呼ばれる方が慣れてなくてさ。じゃあロジーさんは見たい場所ってどこかありますか。ああ、そうだな。そういえば、ここに来る途中で大きな農場みたいなものが見えたんだ。あ、それはリンゴ園です。私の実家も昔からやってるリンゴ
件があって、リンゴは町の特産品なんです。へえ、そうなのか。お、実家が農家ならエスカはどうして役人になったんだ。家を継がないのか。それもいいんですけど、この町で錬金術が使えるのって私しかいないんです。だから錬金術を使ってもっと人の役に立つお仕事がしたくて、お父さんもそれに賛成してくれたんです。そうなのか。そういうのもいいな。あ、はい。あ、すみません、なんだか緊張しちゃって悪い、俺もだ。こういう状況に慣れてなくてさ。先に進もうか。案内頼むよ、エスカ。わかりました。それじゃ、リンゴ園に向かいましょう。